鬼レンチャンの放送があっていますが、皆さん見てますでしょうか。同期の池田優良ちゃんが出演しております。よかったらまだね、放送中なので、まだまだところどころに出てくるので。そう、さっきはジョイマンしてました。ナナナナ言ってました。そう、まだね出てくるかもしれないから、鬼レンチャンも見て、あとは今からはあやぱんの卒業公演を見ます。あやぱん卒業公演も見ますよ。あと今日は歌唱力の予選も放送日です。歌唱力も見てね。私は今年は出場しませんでした。ですが SDM メンバーいっぱい出てるので、ぜひ見てください。こんばんは。今日はテロップは鬼レンちゃん&卒業公演見る会後編。後編なり、ほい、よし。お、パセリからメールが届いたよ。今鬼レンちゃんのメールが今届きましたよ、ね、メール来たね。よしよし。あやぱんの卒業公演は明日までです。アーカイブが明日まででございます。昨日はもう始まる、昨日の途中からちゃんと始まるようになってました。すごい素晴らしい。でも画質がすごく終わっていますどうしてでしょうか。画質終わりまくりです。1時間9分から、1時間9分5秒から見ます。パンちゃん、よいしょ。1時間9分5秒から再生です。10 9 8 7 6、あ、まだ早いか。じゃあもうちょっとしてから、もうちょっと、1時間9分5秒からあやぱんの卒業公演見る会後編を始めます。でも鬼レンちゃんも、鬼レンちゃんもこの iPad 越しのテレビで両方見ています。それでは10秒前、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、えい、スタート。スタートしましたよ。ドゥンドゥドゥドゥ、歩いたか窓を押さない、手を引いて遠ざかる船を、歌ってる、私の大好きちゃんが歌ってる。綺麗になっていた妹よ、幸せになるんだよ、声をかけただけで
なんか卒業公演で披露する瀬戸内の妹はとてもいいですね。高崎彩子の妹、鈴木彩香ちゃんです。夕焼けをずっと忘れるな。今メール来た？お、読んでくれた？港まで続く道、こんなに星が見えるなんて、その角で、わー悲しいね。そうで、あやぱんが一番高崎恵子で年下だからね、一番4人の中で一番妹です、年齢的にね。そのなんていうの、妹のように接してたとかではないけど、別に年下に感じたことはあんまりないんですけど、年齢的に高崎彩子では一番妹です。二人きり力、瀬戸内、おお、高崎彩子が順番に移りました。高尾、尾崎、鈴木、小島で移りました。カメラマンさんは生誕祭とかでもなんかそういうコンビとかで仲いい子たちを写してくれたりします。かわいいな、パンちゃん。今日の日の夕焼けをずっと忘れるな。うわー、増えたな。鬼レンちゃん、イケちゃん。メールで、私謎にさ X じゃなくてメールで鬼レンちゃんの実況をしてる。メールでね、今日は鬼レンちゃん実況をしております。実況っていうほどでもないけど、出先でも TVer のリアルタイム配信で見てましたよ、ちゃんと。いけこ、ずるい。なんかさっきからさ、あやぱんとりこちゃんばっかなんか新芽の歌割りとか一緒とか、ずるいよ。私この声パンちゃんと関わり本当にほぼもうないから羨ましいです。あ、ここのここぐらいしかない、この目が合うとこぐらい。もう本当にないのに。一緒に拾うのがきっかけだったなんて。あ、ブレちゃったよ。泣くちゃダメね。反応は敵に死にまいたい。一瞬のスリル。トゥ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 。この歌本当にいいなと思うところは、
この一瞬のスリルの2番は、誰かとの出会いを求めているようじゃ本当の恋愛はできるわけない。いや本当にその通りだと思います。今の現代っ子たちはこの2番の歌詞をよく理解するべきだと思います。本当に何ですかね、周りがどうこうとか気にせずちゃんとね、自分の心にピンとくる人と出会うまで全然焦らなくていいと思うだよね。よいしょ、ピンとくる人パちゃん、私かもしれない、イエーイイエイイエイ。いや推しメンもそうだし、まあ何でもですね、無理に作る必要はないよって話ですね。私も趣味を作ろうとよくするけど結局ピンとこないから、趣味なかなかこれだっていうのはないです。しばいたい、トゥ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 。食べる歩くは趣味じゃないの、まあ、それも趣味だけど、なんかさ、食べることが趣味です、歩くことが趣味ですみたいな人多いじゃないですか。だからもっとなんか、あんまりいない趣味、ちょっと個性的な趣味みたいなの欲しいなってよく思うけど、やっぱり食べることと歩くこと以上のものはね、なかなかないですね。ないね。僕も誰かの足、アスファルトじゃなく懐かしい。いや私お団子が似合うね。お団子が似合います、とてもいいですね。お、歩くこと趣味、一緒一緒だ。今原点聞いてますよ、原点。これは手がね、手がこうやってやったりこうなったりこうなったり、振りコピーしたい方は頑張って覚えてみてください。ただ歩くより2割くらい負荷をかけると痩せるらしい。じゃあ私はちょうどいいかもしれん、買い物の荷物とかこうやってわっしょいわっしょい持っとるからいいんかもしれん。もっと近くに行くなんて小さあ、こうやった、だからもう見つからない。おお、一番二番見ればいい、生まれ育った大地に。原点とても好きです、歌詞も好きだけど振り付けとか
うしてこうしてポンポンパーラララララララ、バイバーイ。この衣装を着ているあやぱもうあと少しで見納めですよ。あと一曲で見納めだよ。もうこの衣装は世界一似合っているよ。この曲は船から降りた僕たちはっていう曲なんですけど、私がオリジナルメンバーでいただいたパン。この曲はですね、花は誰のもののカップリング曲なんですけど、選抜以外のメンバーで構成されています。選抜メンバー16人が花は誰のものを歌って、選抜に入れなかったメンバーでこの曲をいただきました。だから CD に声を入れてもらえて、参加曲の CD の参加メンバーにも名前を入れてもらって、とても思い入れがあるし、歌割りがね過去一、この時過去一たくさん歌割りをもらえて、しかも歌い出しっていうのが初めてだったし、そうあのそう、お息来た、息子ちょっとタイム、あやぱ卒業公演タイム、息子タイム、息子を見ます。かわいい。すごくないですか？すごくない？え？豪華すぎない？イケコすごい。すごー、豪華すぎでしょ。衣装も素敵、似合ってる、めっちゃ。すごいすごい、めっちゃ風吹いとる超風吹いてるいけー、ほんとだ。島谷ひとみさんもほんとですね。島谷ひとみさんは今回の STU のファーストアルバムにも参加していただいております。いけこー、今はイケイケゴーゴータイムでした。すごーい。
わー、すごいですね。いや素晴らしい。いやめっちゃ豪華だったね、素敵だった。わ、見れてよかったです。ありがとう、コメントで教えてくれた方も本当に。今日は出演してるところはもうほぼチェックできてます。でさっきでもお家に帰ってきてからもうずっと鬼レンチャン見てるから、イケコが出てるとこは制覇できました。まだ出てくるかな、あと番組が20分ぐらいだけどまだあるかな。では引き続きテレビとね、あやぱん卒業公演両方つけて待機したいと思います。それじゃああやぱんタイムスタートです。今までの僕じゃない、今は1時間23分45秒です。初めての記憶をまた会えた、信じるよ。そう、今日はちょっとイケコも見なきゃだけど、予選、歌唱力予選もあるので、皆さん、でもパンちゃんの卒業声も明日までしか見れないから、もう全て大事にしてください。みんな アーカイブ明日でラストだから、もう今日いっぱい見とかだけ。君のことは抱きしめられる日、まあ指差しもらいたい人生だった。ここあ今 SKE さんタイムか、歌唱力。 STA はもう少しだね、まだまだだね。あーやば、わー幸せそうで可愛い。かわいい、一生アイスパンコラブ、かわいすぎる、ラブすぎます。こりゃパセのキック、キックいっぱいしてます。えいパパパパーン、パパパパーン。めっちゃお腹がグーグーなってる。パンちゃん。
ね、一生アイスアイスもアイスし、パンちゃんもアイス。ライトがパンちゃんのペンライトカラーだ、ピンクと緑で。うわぁ、照明さんの粋な計らいすぎる、素晴らしい。私の大好きなアヤパンコールが来る。ご飯食べたよ、ご飯。今日はでも今日夜ご飯はオートミールとサバの塩焼きを食べたんですけど、昼と朝を全然食べてなくてめっちゃ腹ペコです。だから配信終わったらまた何か食べます。今日は食事が足りてないからまた後から食べます。パンちゃんコールを絶対に一緒にする。そう、お昼はバーンとヨーグルトしか食べてないからめっちゃ腹ペコだった。今日ずっと、こんばんは。緊張しそう、こういう工場緊張するよね絶対。ドキドキだろうな。はじめまして、こんばんは。冷蔵庫、冷凍庫にまだホッケがある。ホッケ食べたい。ホッケいいね。ホッケ、ホッケはもう白米だな。白米。工場聞こえます。あやぱ、やっぱ始まった。私は大好きだ。あやぱ、あやぱ、あやぱ、あやぱ。工場はメンバーはね、楽屋には戻らないんですよね。これは裏で着替えてるから、着替え場が近いので聞こえます。工場も、まあ、会場によります。着替えるところが近い会場とかは聞こえるけど、前なんかのツアーの MC でメンバー階段めっちゃ上り下りしてますみたいな話があったと思うんですけど、そういう時はもう階が違うから着替えてるところはめっちゃ遠かったりすると、やっぱ後からこうやって配信とかで聞きます、はい、でも聞こえてます。なんならこうやって裏でみんなでやってた。あ、そう、愛媛かも。そうかも。着替えながらも聞いてますよ。チチ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 チ。でもアンコール始まってる時はもうなんか多分その工場始める方がちゃんと分かってくださってて、メンバーがはけた後から なんかしばらく待ってくださってると思うんですけど、だからそのおかげでもう着替えは終わってたりします。アンコールの終わってる、はけてすぐタタタンってさってもう脱ぎながらやばいやばいってなっちゃうけど、多分それを分かってくださってるんだと思ってる多分。うん、ちょっとみんななんかさしばらく待ってくださってるよね。あ、測ってんの？ありがとう、本当に助かります。助かっています。いや、早い時あるよね。いや、めっちゃ早ってなる時もあるけど、
ね、そうなの。着替え場が遠い時とかきっとみんなもいっぱいコール長くてきついだろうなとか思ったりもしてる。あ、来る、始まる。公演の時は私はこの花だれ公演はサラちゃんのポジションでやってるんですよ。この君は何を後悔するのかは、そう、みんな曲のオリジナルメンバーでもその花だれ公演ベースでこう出たりしてます。ソラハさんはココアさんのポジションでやってたりとか、リコチもオキさんのところでやってたりとかしてます。あとさ、なんかやっぱさ、振り入れの時に振付師さんに教えてもらった細かいところとかをこうちゃんとオリジナルで教わったメンバーがこう受け継いでいかなきゃなってすごい感じる。あの一気にさ人数がオリジナルの子が減ったから、こう今残っているメンバーでちゃんとこうここはこういう決まりだよっていうのをこう繋いでいかないといけないなって感じます。かわいいパンコ。自由を手に入れた夢を見なくなった、そう大切。お、第三再販幕張通過しました。やったー、ありがとう皆様。お話し会第三再販が本日より始まりました。なんとサイン会とツーショット会が復活していて、とても切ない気持ちになりました。だけどもう諦めていた方も今はチャンスなのでぜひお待ちしています。ぜひです、ありがとう。お知らせもできたおかげでありがとうございます。もう誰ですか、 K で始まって E で終わる4文字ですよ。 K K たたいですよ。 K で始まって E で終わるあれをしてない人がいたということです。みんなより毛深いです。知らん。やばい。毛深いのか。じゃあ暖かいですね、冬は。夏は暑いけど。ペイペイ。ペイペイなの？毛深いです。毛深がってないよ。県外、やばい、大喜利始まった。けど始まっていいで終わるもの大喜利。いやそうなんだよね、私さ思ったもん、いやこれわざとされてる可能性もあるなと思った。だってもうね、いやそれありえるよ、ありえるなと思いましたよ私も。そうなの、前回もだったから
なくなってしまったら。再会ね、12月楽しみです。再会も、あと広島の夏祭りのお話し会も楽しみ。浴衣そう、これをきっかけに、縁日はこういうのやりたいっていうのを決めたので、できたらいいな、どうなるかな。ね、いつ決まるんでしょうかね。でも8月とかだから3ヶ月後か、いやでももう6月になるか2ヶ月後か、いつ発表あるかな。でもね、あのですね、アイスとか作ったりはできないので、私はアイスとか作れるならアイスとか作りたいけど無理なんですよ。そういう、なんて言うんですか、なんて言うの、わかる？そうそう、提供みたいなやつはさ、無理じゃないですか、どう考えても。悲しいけどなんかそういうことはできないですね。権利、なんて言うんですか、衛生的な面とかは厳しい。うん、あの個人ファンクラブのあの規模のイベントでも食品は NG だったんですよ。だからあれだけたくさんのメンバーがいるところで、多分そういう食品とかをメンバーが作ったりして、誰かがね食中毒とか起こしたら、夏だし、そういうのは多分他のメンバーもだし、私もだし、そういう感じではないと思います。サインも12月にサイン会としてサイン会があるから、サインもきっとできないと思います。だけどもっとなんか思い出に残る、手元に残るやつとかできたらなって私も考えているので、まだね決まって、決定したら多分公式からもお知らせがきっと出ると思うので、それまで待ってください。何も言えません。お待ちください、皆さん。そう焦らずお待ちください。褒めてもらえない、だってサイン会がサイン会としてあるのにさ、そこでサイン会をしたらまたなんかね、サインお話し会プラスサイン会になっちゃうから、なんかそれは多分無理だろうなと私が勝手に思ってるだけだけど、多分無理じゃないかなと思います。うん、よろしくお願いします、お待ちください。でも分からん、ちょっと聞いてみようか、スタッフさんに、こういうのはできますかって。頑張れ。やばい、パンちゃんのこと全然見れてなかった。やるときはやるよ。誰毎回うまくくるくるできない。あ、こう？難しそう、あの振り付けね、超難しそうやなと。トントントン、イエイエイ。うわー、あと1曲で終わっちゃう。静かにしてばせ、はい静かに、近所迷惑だ。池ちゃん来そう？池タイム始まる？嘘、来ない？来た？どう？出そう？来る来る？
可能性ある。こりゃイケコが、皆さんイケタイムです。鬼レンちゃんイケゴータイム来た。うまー、すごいすごい、多分私が来たとか言ってる時にもう私は見てる、時差があるショールーム見てるよ。すごい、すごいですね。すごい、すごい。いつも一緒にステージに立ってるメンバーがこんなすごいよ。イケコです出てます今。センターやんしかもすごすごすぎ。私のおばあちゃんとかおばあちゃんの知り合いとかもみんなあのイケコのことを知ってるんですよ。帰省するたびにあの池田ちゃんがみたいなめっちゃ聞くもん。池田ちゃんのテレビこの前見たよって。すごくない？だってさおばあちゃんとかってさアイドルとか出ててもなかなか覚えられないというかね。なのにさみんないけちゃんがとか言うってすごいですよね。おーすごいすごい、いけこー金太郎さんの癖さオープニングからずっと癖強くて笑っちゃう。いや本当は前列にいてすごい、すごすぎる。やばい。喋ってる。感想聞かれてる、すごい。いや花だれ公演とかでも感想16人中2人しか喋らないのにこんなテレビで感想聞かれてすごすぎ、とてもすごすぎる。イエーイ。この3時間以上のさ生放送の最後に感想振られるってすごすぎません？いやーうわーい、出演してるとこを全部見れた。皆さんありがとうございました。いやわかる、親目線わかる。別に育てたわけじゃないけどさそういう気持ちで見ちゃうのわかる、ね、すごい。じゃあちょっと私はパンちゃんの卒業公演に戻ろうと思います。それでは今は1時間42分38秒で止めてます。うつみさんが喋っています。うつみりねが喋ってるところからちょっと再生します。
宇都宮さん大号泣してるとこ見てる。いけこう。あ、なんか止まっちゃった。あ、大丈夫だった。ちょっとテロップ変えますね。本当に面白いでね、もういろんな方面にお付きしてて本当に面白くてね。お、歌唱力ココハちゃん、ココハちゃんタイム今ココハート応援パワー。お話し会行ったことないのですが、1時間目と2時間目どっちがいいとかあるのですか？ないです。私おすすめ時間を作ってないんですよ。だからもう早起き得意、めっちゃ早く会場つけるって方だったらぜひ1時間目からお待ちしてます。1時間目はどの会場もどのメンバーのレーンも比較的空いてるというか、みんな1時間目の後半ぐらいから会場に着くというか、みんなね遠くから来てくれたり、電車とかいろんなバスとか飛行機とかなんかいろいろ交通をね使って来てくれたりとか、入り口の検査とかがあるから、朝の一発目とかはそう堪能タイムかもしれません。だからといって2時間目が堪能できないかって言ったらそうでもないです。ぜひどっちもどっちか、そうだな、でも寝坊する人多い、本当に多いです1時間目寝坊しましたは結構多いですね。多いね、ギリギリ間に合いましたみたいな人はどの会場でも多いな本当に多いですね。だから起きるの苦手だよって方は、あ、そう、グッズ列とかに行く方とかもいるから、そうなんよ。でも1時間目はどのレーンもまだ人がおはようしてないかもしれない。ちょっとこんな辛い思いしてどこへ、あ、確かに始業式、本当だ、始業式あります。そうでした、始業式楽しみ、どんなことするんだろう。皆さん始業式も忘れなくです。でも遠くから来る方はちょっと朝早いと大変かな。ぜひね、全メンバー参加なのでぜひお待ちしてます。はい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 、急な坂道が続いてる。あ、そっか、あ、始業式は幕張だけだから大阪なんですね。大阪は、大阪1時間目サイン会のところ、サイン会かも1時間目始業式。うん、久しぶり。でもオンラインでしかないです、2期生は。2期生はオンラインの始業式しかまだ経験してないから初めてかも。コロナ禍明けで初かもね、始業式するの。前回はオンラインだったから、なんか一人一人自己紹介してた自己紹介して
奈々さんの VTR をいただいてみたいな感じでした。大阪1時間目サイン会だよね。サインぜひ、あの初めてってことだったし、初めての記念にぜひパセのサインを持ち帰ってください。お待ちしてます。楽しみ。リアルでこうやってサイン会としてやるのはないからさ、とても楽しみでございます。あ、確かに本名だった。本名晒したくなければ2時間目かもしれない。本名は全然バレても大丈夫みたいな感じだったらぜひサインだけど、だけども自分のためだ。確かに安住がするかもね、始業式。新キャプテンサイン会何にサインするか聞いてないですね。まだ12月だからまた近くなったら詳細出るかな。もう全然パンちゃんのこと見れてない。パンちゃん見納めだから見てるとパンちゃんのこと見れてない。ごめんね。卒業セレモニア見るからね。ツツ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 。いいね、サコのセンターは。サコセン終わっちゃった。でもまだありますからね。まだこれからですからね。邪魔してしまってましたけど、全然邪魔じゃないよ。ありがとうございます。聞いてくださって、これを言ったから行ってみようかなと思った方がもしかしたらいるかもしれないし、ありがとう。こんばんは。めっちゃ汗だく、私めちゃめちゃ汗だくです。こんばんは。歌唱力そろそろ登場予定かもしれません。 STU48 公式ツイッターが、あ、ツイッターじゃない、過去生きてて、公式 X がそろそろ登場予定です、ぜひご覧くださいって投稿してる。お、皆さん歌唱力もチェックしてください。トップバッターは誰だ。トップバッター、ね、私がくるくるを見てる私の顔がもうなんかおばあちゃんみたいな
くるくるも私に向かって喋っとる。かわいい。私もくるくると遊びたいな。私も弟子にしようかな。勝手によく喋りますよ、くるくると。最近より一緒になることが増えたから、くるくるは、あ、やばい、iPad が落下した。 iPad が iPad のスタンドから落下してった。ごめんね、失礼いたしました。すみません、騒がしくして。ふう、大丈夫でした。焦った焦った。なんか画面カクカクになっちゃった。画面カクカクマン。カクカク。いや、まひなさんタイム。びっくりした。割れなくてよかったです。iPad ちゃん。ちょっとカクカクになっちゃった。カクカクし始めちゃった。悲しいよ。頑張れ。真っ暗になった。壊れた。待って。そんな。そんなこと。うん、お、いや真っ暗、え、待って、最悪、最悪です。お、来たか、いけるか、底辺だ。今1時間55分で止まってます。ちょっと一旦 DMM のアプリを立ち上げ直そう。悲しい。やめて。真っ暗になったねえ。立ち上げました、真っ暗。パンちゃんのこと見せてほしい。えい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 、やあ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 、どうしたらいいんだ。とても悲しいです。ずっとこれ、パンコ、パンちゃん、もうパンちゃんのこと見れないっていうの。一旦ちょっと、一旦 Wi-Fi を切ってみる。Wi-Fi をつけ直してみる。パンちゃん、パンちゃん、
確かにもう再起動してみよう iPad の。パンちゃん、落ち着いていこう。結構今落ち着いてます落ち着いてる。全然焦ってはないけど、 iPad が壊れてしまったら今後も困ってしまう。そしてパンちゃんは明日までしか見れない。呼びかけてパンちゃん、パンちゃん、パセリだよ、パセだよ、パンちゃん。聞こえる？聞こえるの？反応して。落とした私が悪かったよ。来い、来た来た、焦った焦った焦った、焦りました。マイナさんが喋り出した。あ、よかった、復帰しました。今1時間55分25秒です。ちゃんがこれで見れるよ。よかったよかった。ありがとう、みんな見守ってくれて感謝。うわー、でももう始まったと思ったらもう終わるんだ公演。もう公演終盤も終盤です。とても悲しいタイムがこれから始まる。私の涙が出ちゃう。奥歯噛みしめる。このね、あの iPad のスタンドを置いてるんですよ。したらイヤホンしてるからこう動いたらこうやって引っ張られて iPad が落ちちゃった。あ、違う違う、これだ、このこれがこうなって落ちた。さっきはこれが正常で、こう重さでこうなっちゃって落ちちゃった。ちょっとあまり動かないように気をつけます。いいね、泣いてる。泣いてる。泣かないで。悲しいよ。前歯ぶつけてた。あやぱー。
意味のわからないポーズで登場しましたっていう意味のわからん何だったんですかこのポーズは。くるくる待って可愛すぎ。何ですかこれ。ね、かわいい。かわいい。似合ってるよこの衣装。卒業メンバーのこの衣装は卒業後はどういうところで着るんだろう。あのさ、こんなにかわいいからさ、卒業公演一回着るっていうのはもったいないじゃないですかね。いつ来てくれるんだろう。また見たいよね。ね。最後の一回きりというのがとてももったいないし切ない。お、SU 予選始まる。みんな歌唱力 STU タイムですよ。歌唱力タイム。やっぱり彩香しか勝たん。やっぱり彩香しか勝たん。彩香寂しいよとても、ね、やっぱ元気って言ってたよ、この前は。かわいい、無邪気や。一生そのパンちゃんでいてくれ。かわいい。商業利用ができない。そうなの？いろいろ決まり事があるの。じゃあプライベートで着るしかないんですか？この卒業ドレス着てるかな、パンちゃん。プライベートでこのドレス着て歩いてるかな、天神とか天神とか博多駅とか歩いてるから。私の顔がもう愛しかない顔して。嬉しかった、パンちゃんのラスト隣で写真撮れてとても嬉しかった。とてもとても嬉しかった。
辛くなってしまう。私の後頭部が映ってる。お、ファンの方のアップだった。悲しい。今日は泣かないように、泣かないようにします。泣いちゃうかも。泣いてしまう。お手紙を代読したいと思います。代読します。どの、あやぱん、あやぱんって読めばよかったな。私はあやぱんって呼んでるけど、このお手紙の送り主さんはあやぱんって呼んでるから、あやぱんって言うべきだったかもしれん。あやぱん、あやぱん、どっち派ですかみんなは。ココアさんがずっと誰だ誰だっていう顔をして聞いてます。お手紙。私の涙腺ポイント、鈴木彩加卒業公演の涙腺ヤバポイントは、私がお手紙を読み終わって今村美月よりって呼んだ時に、あやぱんの左目から一粒の涙がポロッと落ちてくるところが、私的涙腺やられポイントです。あ、ソタロータイム、歌唱力、ソタちゃんめっちゃいっぱい練習してたから。でも私は先にね、聞かせてもらいました、本番、あのその収録の時の音。ソタちゃん、パンちゃんもソタちゃんも頑張って。眩しい朝にだね、そっちゃん。泣
か生誕祭もだし卒業公演もなんですけど、こういうスピーチが始まると悲しい、とても悲しい。ソラハの黄色の服は私服？あれワンピースですか？私服だよ、私服。なんかベージュみたいな色、ワンピース、肩がいってるやつ。切ない。卒業公演って2パターンあって、今回のあやぱんみたいに先にスピーチをして後からあの曲をやるパターンと、先に曲全部やってで最後にスピーチをやるパターンがあると思うんですよ。皆さん的にはどっちの方が心に来るんですかね。私はなんかこの前のココアさんの時は大好きな人を歌って幕がこう降りてきたから、なんかこう客席でファンの方泣いてる顔を見て曲で終わりだからなんか切なくなっちゃって、ね、お見送りとかがあるからまあね泣かないでって会話はできるけどさ、本当にメンバーそれぞれなんか公演の構成が違ったりして。みんな曲を歌は、曲ね。いやマイキューさんの泣き顔、私はもう涙が出た。ココアさんの時、マイキューさんがあのキャリーバッグを渡す時とか。悲しい。泣かないでパンちゃん。迷子アイコ、迷子のアイコ。
リハーサルで私が大号泣して歌えなかったんですよ。ひまわり大号泣しすぎておえつして、だから本番は泣かないように笑顔で歌えてよかった。もうリハーサルの時は私があまりにも泣いてるから、このパンちゃんが歌ってる時に横向いてこうやって踊る振り付けなんですけど、袖からねメンバーがこうやってずっと見守ってくれてて、サコちゃんとかで私の顔見て泣いてて、サコちゃんもそう、だから本番は笑顔でと思って、涙は一旦落ち着かせました。ひまわりの歌詞が研究生の頃たくさん歌ってきたけど、なんかこうやってアイドルを続けてきて、こう歌詞の意味がより理解できたなって思います。あの時は分からなかった、こう読み取り方ができるようになったと思う。多分これは聞く人に違う受け取り方が曲なんじゃないかなと思います。こんばんは。両手伸ばしているんだ。真っ暗になってからめちゃ泣いた。ライトが消えてからもう涙タイムでした。リネめっちゃ泣きながら歌ってるけど、リハーサルよりあの歌の方頑張ってる。リハーサルもっと泣いてて、私と一緒でリネもリハーサルの方が泣いてて、頑張っとる。桜の花びらたちが咲く頃、ねえ、リネは本当にパンちゃんとずっと、そうずっと一緒にいたからね、私がパンちゃん話しかけに行っても大体横にそうリヌいて3人で話したりとかし
してた。だから高崎愛子あるけど、でもリネとパンちゃんは本当にずっと一緒にいて、あやかあやか言って、私のお父さんみたい、あやかあやかって言って、俺のあやか俺のあやかって言ってたから、そりゃこんな泣くわって感じです。手を振ろう、かわいい涙こらえてる顔がかわいすぎる。どういう表情なの、かわいい、笑っててかわいい。大号泣タイム来た。悲しい。こんばんは。今は愛おしいあやぱんの卒業公演を見ています。最後の曲来ちゃった。泣かないぞ。大好きな人の見どころは、高崎彩子の高彩子は高彩子で歌わりなところですパセはあの違うとこにいるんですけど、これをリハーサルの時に気づいて、この曲はあのやったことあるポジションで当てはまってるんですけど、そうたまたまその私以外の高崎彩子がとリネタンとかがこう前の方で同じ歌をやったんだけど、そう私だけはぐれてて寂しかった、とても寂しかったですそう私はみなみさんのポジションかな、これ
大号泣だった。私これはもうたくさん見返したけど、この公演見るたびに泣いてたから、今は涙を抑えてるけど、今日は泣かないようにしてるけど、もう何回泣いたでしょうこの公演で。涙がもう枯れるまで泣きました。会いたいな、パンちゃんに。なんかいい歌詞や、大好きだから無理に微笑もう。ああ、終わっちゃった。パチ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 。大号泣してる画面の自分が。なんかリネと慰め合ってた。パンちゃん最後せーのってせーのって言って手を挙げるんですけど、それを忘れてて、もうなんか最後までらしさ全開だった。かわいい。はあ、悲しいや。パンちゃん、パンちゃん、パンちゃん、はあ。
面白い。ここまで一息って語尾につきそうでかわいい。こんばんは。みんな歌唱力も見てくれてありがとうございます。なんかところどころ私がさ知ったかぶりみたいなアピールしててめっちゃやだ。ペネットカラーだもんね、夏生まれだもんねとか言って、私が知ったかぶりなんか豆知識博士みたいな披露しててめっちゃやだめっちゃやだ、ちょいちょい入ってくるめちゃくちゃ嫌です。いい子や、パンちゃんが日本で世界で一番いい子や。かわいい、とてもかわいい。はあ、終わった、終わっちゃう、無理無理、行かないで、ああ終わっちゃった、ああ終わっちゃいました、私の大好きなパンちゃんの卒業会、まあその今日はもう散々当日とその1週間ぐらい配信見返して大号泣、真夜中の大号泣を続けてたから今日は落ち着いて見れた。ねえ、パンちゃんの歌声聞きたいよね、また。私はパンちゃんの歌声は唯一無二だと思ってとても大好きです。パンちゃんの歌声をまた聞く機会ないかな。私はカラオケとかに一緒に行ってもらえたらあるけどね、えとてもとてもいい歌声、はあ、もうパンちゃんの亡霊として1ヶ月生きてきたんですけど、もうここでちゃんとあやパン離れをしないといけません。はあ、悲しい。パンちゃん
夜中に電話していっぱい相談乗ってもらったりして、なんかお仕事帰りとか遊んだ帰り道に2人で遠回りして帰ったりするのが好きだったんですよ。家出しようとか言ってもうこのまま2人で失踪しようみたいな、なんか意味わからないノリになって遠回りして、全然家と違う方向から遠回りして帰ったりとかよくしててもうそう、みんなには話してない思い出をたくさんあります、パンちゃんとは。なんか家出して失踪しようとしましたみたいな報告したらさ、心配になるじゃないですか。だからそんなこと言わばって言ったことないけど、そうそうやってなんか最近の悩み相談をしたりとかしてた、パンちゃんとはよく。そうなんです。あとはね、お互いなんかお仕事終わりにご飯食べ行くのとかがあんまり得意じゃないタイプだったから、なんか高崎彩子収録の後とかもそう、ご飯行く組と行かない組とかで帰ったりして、そうどうしてもむくみたくない時とかの前は、それ以外はご飯4人でご飯行ったりとかもあったけど、そうどうしてもね、なんか今日は控えたいとかの時は大体2人でおしゃべりしながら帰ったりとか、なんかそうやってなんか考えてることが似てるというか、まあ、元々の境遇もね似てたので、たくさんお世話になったパッちゃんには、うん、入る前の話とかしたり、学生の頃はこんな性格でもうこういうことで悩んでたとか、お互い発表会みたいなして帰った日もあるし、わーなんか境遇似てるねとか言って、じゃあ食べ物の趣味も似てるかもねって言って、食べ物のお互い好きなものの食べ物、好きな食べ物と嫌いな食べ物の発表したけど、もう真逆だったんです。私が嫌いなものパンちゃん好きで、パンちゃんが嫌いなもの私が好きみたいな、真逆で全然気が合わなかったこともあったし、そう、そう分かり合えないこともあった、食の趣味とか、なんかね、なんて言ってたかな、きなこ和菓子なんかそういうところが多分真逆だった気がする。とても悲しい。皆さん明日までしか見れないから、このパンちゃん卒業公演明日までなので、明日の配信で見たらと思ったけど、今日歌唱力もやってるし、だけどそれはなんか配信をこの時間にしたらさ、終わった後もう一回見返すとかができないから、明日はみんながおのおので見返して、もう本当に最後の見納めをしてほしい、見納めをしてほしいなと思って、ギリギリになっちゃったんですけど、ツアーとかが落ち着いてこうやってゆっくり見れてよかった。でもさ、もっとさ裏話とかしたかったのに、なんかもう集中しすぎちゃったりとかして全然おしゃべりできなかった。うわー、ばあちゃん、はー見てくれてありがとう、一緒にみんなたくさん、何ですか、みんなそれぞれさ、ファンの方も卒業公演思い入れがいろいろ、ここ何て言うんですか、これまでの出会いとか、あこういうところでイベント参加したなとか思い出すことがあると思うので、余韻にいっぱい浸ってほしいなと思います。いつも心の中にパンちゃんを
持ってパンちゃんを抱えてパンちゃんのことを思いながら日々を頑張ってほしい。そうなの。なんかこのタイミングツアーが一体今今週末のラストのツアー前がこうやってゆっくりちょっと時間ができたからタイミングよく見れると思ったけど、昨日はそう途中バスケもあったし、今日も鬼レンチャンとか歌唱力とかもある中で、ねえパンちゃんのやつを見ててさ、いやなんだって何なんだと思ったかもなんですけど、ちょっとどうしても見納めときたかったので、しかも一人で見ると大号泣しちゃうから、こうやって誰かと、ね、一緒に見るっていうのをしたかったのでとても助かりました。本当にありがとう、一緒に見てくれて。もっとね、あ、ここのパンちゃんのこれが好きみたいなやつを発表会する予定だったんですけど、もう全部それだった、もう全部好きだったからもう発表するまでもなかったです。もうお察しの通り、多分ところどころさ出てたと思うけど、なんか左手を腹部に添えてて可愛いみたいな昨日言っちゃって、あ、やばい、気持ち悪い発言出てると思ってちょっと控えました。今日は控えちゃいました。可愛い発表会、もう呼吸してて可愛いとか言い出すからやめといたよ。ありがとうね、パンコちゃん。みなさん、もう見れなくなっちゃう、あー悲しい、もう何を言ってるかわからない自分でも。本当にありがとう、一緒に見てくれて。歌唱力の方も皆さん見て、見てね、見てくれてるようできっと、ありがとうございます。本当にすいません、タイミング、もうタイミングがめちゃ悪で申し訳なかったです。ずっとすいません、ごめんね。ありがとう、優しい、ありがとう、ありがとう。こんばんは、助かる、みんなが優しくて優しい人しかいない。またパンちゃんに報告しておきます。パンちゃんの卒業公演見る会を 2days 開いたよって言っとく。連絡する、連絡する、口実にする。あの、あんまり連絡しすぎるとなんか私の過去のパンちゃんと LINE を始めた頃の履歴をこの前見返してたら、もう喋りたすぎて連絡を取りたすぎてどうでもいいことを報告してて、もうめっちゃどうでもいいことばっかり連絡取ってて、私、しかも私ばっかり送ってて最初の頃でさ、わー、ドン引きだわと思ってあ、過去の自分必死だって、仲良くなろうと必死だわって思って思ったから、ちょっと今回この配信を口実に連絡を取ってみようと思います。そうだよ、片思いから始まったんだから、まあ、さも今が両思いかのように言ってますけども、今も片覚えの可能性あり、ありありだけど、最初はこんなに心を開いてもらえてなくて、もう悩みに悩んでいたので、こうやってよかった、仲良くなれて、パンちゃんえ、距離恋愛、パンちゃんと。確かに私のことをちゃんと覚えてくれてるかな、覚えてくれてたらいいなどうしよう、忘れとったら。次帰るとき、帰省するときに、あの、会う約束をしているんですけど、その次帰省する目安、目処が立ってなくって、だから次会う予定はまだ
未定ですが、夏には会いたいなって。本当は6月5月か5月に会おう、今月会おうと思ってたんですけど、ちょっと難しかったので、6月か7月には会いたいなって思ってるところです。また会ったら何かしらで会ったよって言います。言うか秘密にします。多分秘密にしようとしても顔に出ちゃうと思います。私は顔と態度に出る。私がもう言いたくて言いたくてたまらなくなって多分言うと思う。だから多分、秘密にすることはできないと思うので、また言います、報告します。ちゃんとそうツアーとか落ち着いたら。そっちゃん褒められてる、やったね、いっぱい練習した甲斐があったね。一緒に一緒にね、ずっと音程とかをこう指でこうやって私も、私出ないのにこうやって私がずっとこうやって練習一緒に聞いててわーいわーい、嬉しいわ。そうやって褒められてて、 STU メンバーみんな褒められてますか。歌では何が褒められてるの。肩、可愛さ、美人度。いやー、みんな STU メンバーみんな歌声褒められてたらいいな。どうですか歌唱力、良い？楽しみ、私を見るの楽しみだよ。ゆっくり見る、ゆっくり見返すよ。あと皆さん、鬼レンちゃんもね、見返し返したり、録画してる方は録画見たりしてください。見返すものがいっぱいあって嬉しいですね。はい、ありがとう。ありがとう、ギフト、もう昨日今日とギフトタイムできてなくて申し訳ない。明日からまた通常通りギフト読みも再開いたします。でも2日間お断りしてない。2日間まとめてお断りです。ありがとうございます。断りもできてないし、ありがとうも言えてない。こんばんは、断りだけはまとめて失礼いたします。お断り不足や。ありがとう。お断りされた上で、お断り、他のメンバーも断ってるメンバーいますか。ちゃんとハキハキ、みんななんかこうまあいつかみたいな感じにしてんのかな。まあいつか気が向いたらみたいな感じの、どんな返事なんですか他のメンバーって。他のメンバーってそんな、この結婚してギフトをそんなもらってない。私がこんな断ってるからみんなくれてる、もしかして。ココハちゃんからお断りいただけ、あ、本当、あ、受け継がれとるわ SKE さんで。嬉しい、離れた場所で受け継いでくれる子がいて嬉しい、嬉しい。断ってる、いちごちゃんは契約があるって断ってる。
何の契約があんの？誰と契約してんの？誰と契約？事務所とのってこと？それとも奥田結菜ちゃんとってこと？あ、事務所との？契約そんなんやれたらもうじゃあ諦めるしかないか。いやでも確かにさ、いやその方が優しいかもね、事務所がっていう方がね。私はもう全然いいけど、事務所がっていうことでしょ。いちごちゃんは優しいじゃないですか。私も契約って、私の断ってる理由は書き初めにお断りって書いたからっていう理由でずっとお断りをしています。うなうなはありがとうって言ってる優しいね。昨日うなちゃんさ、ライブビューイングっていうの、ドラゴンフライズの試合見に行ってた。でもうな昨日チェキ会だったのにすごい行動力。うな太郎ね、あパブリックビューイングか言ってた。うなちゃんこの前はなんだったっけ、滝じゃなくてダムを見に行ってたダムを見に行ってきましたみたいな投稿してて、であれ後から聞いたらもうすごい大変だったらしい。傘さしてもなんかどんな対策してももうびしょ濡れになってしまって大変だったらしい。風邪ひきそうだよって言ったらちゃんと温泉に入って帰ったよって言ってた。すごいね、家族がふっかるすぎて。あそこの家族はみんな前ね、うなちゃんと遊んでた日に急に家族から電話来て今から県外に行くみたいなえどういうことってなんか福岡に急に行くことになったみたいなとか、なんかそう急に弾丸旅が始まるんですよ川又家。しかもさ、え、来る？みたいな言うの私にえふっかるすぎるし優しすぎないって。そう、もう行動力がすごすぎて。今日は街歩いてる時にドラゴンフライズ優勝おめでとうみたいなポスターとかを見た。すごい準備が早いと思って、昨日の夜のこのぐらいの時間にさ決まったのにもう貼られててびっくりしました。早すぎる。しかもいろんな企業とかがセールします、なんかスーパーとかが広島の店舗限定でこういうことしますみたいな、優勝記念ですとかやっててさ、すごい。 STU もなんかするか、池ちゃん鬼レンちゃん記念でグッズ送料無料、ね、ああ予想しとったかな、準備しとったんかな。そうかもしれん、確かに。いいね、あそう YouTube で風を待つ公開されてます。そうですそうです、すごいよ。お、愛知歌ってる、愛知愛知愛知、次愛知に会えるのはいつなんでしょうか。愛知、なんか私はリコチの方が多く会いそうな気がする。この前のピースストックの時についにリコチとアイチがお友達になったんですよ。今までサーヤンと私とリンコとアイチ
だったんだけど、そうピースストックの時リコちゃんも愛知と友達だったから、リコちゃんと愛知ってショールームでよく賞とかもらってるから、もしかしたら私よりこれから多く会うかもしれない。私も合わせてください、私も合わせて、なんかイベントとか、あ、ティフとかでさ会えたらいいな。去年会えなかったんですよね、遠くからしか、ね、会えたらいいな。愛知、愛知は初訪問の方がたくさん来てくださった。こんばんは、こんばんは。だけど私はそろそろ配信を終わろうかと考えています。2時間も喋っちゃってた、2時間経ってた。こんばんは。え、ティフ私出る？知らないよ何もまだ決まっていません、メンバーわからない。でも STU が出るってもう発表は出てるから、私は出たい気持ちでいっぱい。出れるとは限らない、わかりません、出たいけど。出たいよ、出たい気持ちだけは十分にあります。あ、のど自慢、そう、のど自慢も ST の出演が発表された。でもこういうのど自慢の時って前回6人だった気がするんですよ、 STU メンバー。前回岡山だったんだけど開催、から6人のメンバー、開催地のメンバーになる可能性が高いのかなと私は勝手に予想してるんですけど、皆さんはどうですか、あ、どうでしゅかとか言っちゃった。そう、山口なんよ。で、山口出身メンバーが出るのかなとか、池ちゃんとかものど自慢だし出るのではと私は予想しております。はい、でもね、前川清さんが出演されるんですよ。前川清さん、私同郷で前川清さんの番組を見て育った身としては出演したい気持ちはめちゃくちゃあるんですけど、まあ、6人のメンバーだったら何人かまだ分かんなくて、この出演もだからどうかなって、どうだろうって思っているところです。お母さんからも今日この公式でのど自慢決定みたいなお知らせが出た後にお母さんから連絡来て、すごいじゃんみたいな、前川清さんいるじゃんのど自慢に出るやつを見てさ、前川清さんいるじゃんってお母さんめっちゃさ喜んでてさ、お母さんとおばあちゃんとよく前川清さんの番組をね見てたからお母さん一番喜んでたね。そうなの、情報早いんですよ私のお母さん、もうずっとねチェックしてくれてて、そう、旅好きっていう番組があるんですけどなんて言うんだろう、なんていう番組、どういう番組かっていうと、前川清さんが旅をするんですね。今日は長崎県何々市何々町みたいな、その町の家に行ってピンポンとかしたり、こう畑とかにいる方にお話を聞いたりする、なんか地元密着型旅番組みたいな感じの番組をね、ちっちゃい頃からよく見てて、確かにお母さんがこれのど自慢の出演者として出たら解決なのでは、解決なのでは、いや長崎ローカルじゃない、九州ローカルかな、佐賀でもやってた、佐賀のおばあちゃんとよく見てました、家でも見て、再放送もあるんですけど再放送を見る録画もするしリアタイもするよ。佐賀は佐賀でおばあちゃん家でなんか遅れ放送かなんかだったんだよね確か。
どっちかが長崎か佐賀かどっちかが遅れ放送かなんかで、あこれ前見たことあるわと思いながら、そうよくおばあちゃんと見てた。再放送だったんかな。だからもし出演できたら、あのおばあちゃんに報告します。出ます。できなくてもします。おばあちゃん。見たのに限って再放送で食わす。わかる。そうなんだよね。見逃したやつって再放送も見逃しちゃう。あ、公開されてるの MV？ あれ？ショートバージョンみたいなやつ？今日だったのか？お、見なきゃ。じゃあそれを見てみんなにお知らせする。いや、私はもう見たんですよ。もうすでに見たんですよ、これは。だけどみんなとね、ちょっと。じゃあ皆さん、STU48 の公式 YouTube を開いてください。私はもうすでに見たので、新鮮なリアクションはできないんですけれども、今日だったのか、これ。皆さん、いいですか？一緒に見ますよ。それでは。スタート。ポン。お。お、マイキューさんと千穂さんが走ってる。何があったの？どこへ行くの？あ、これはこの前公開された15秒バージョンのところの場面ですね。わあ。終わっちゃった。30秒バージョンあっという間に終わっちゃった。これは少し前に15秒バージョンがね公開されたんですよ。先週とかかな、広島公演の時に15秒バージョンが公開されて YouTube でも見れるんですけど、それのもっと2倍の時間、30秒バージョンが今日公開されました。11分前に公開されてます。で、これどんな内容か知りたい方は6月2日の21時に STU48 の YouTube を見ると全部フルで見ることができます。できますよ。どうしてマイキューさんは走っているのか、どうして千穂さんも走っているのか、どこへ向かっているのか、急いでいるのか追われているのか何なのか、ぜひね MV フルで見てください。私はこの MV が公開される日はライブ岡山でねツアーファイナルがあるので、最終日なので会場でねメンバーと見ようかな。もう見たけど、いやかな、みんなも楽しみに見てください。本当は一緒にね配信でこうやって見れたらよかったんですけど、またそれも今度ね、また来月の頭できたらいいなと思うので、先に皆さんパセリと見る前に各々でも見てください。ぜひお楽しみに。どれくらいパセリが映っているか探してください。もういっぱい探してください。このこんぐらいのパセも、あこの後ろの方にいるのパセリかもとかを見つけてください。あこの髪の毛の毛先はみたいなとかを見つけてください。全部よろしくお願いします。いっぱい走ってた。どうかな、映っているかな。探します。探してね、いっぱい探してね。あもうコメントが来てる。ありがとうございます。愛の重さ、やばい。もうさ MV のページ開いたら5人が待機中なんだけど、早すぎでしょ。5人。早っ。もう待機してる。星座待機かな。早いな。
ファーストアルバム、この撮影地もね公開されてるっていうのがこの前のショールーム配信中に判明しましたので、皆さんこちらもねお楽しみに。学校で撮影ってことはどんな感じなのかっていっぱい想像しておいてください。え、嘘、待機の人増えた？嘘。あ、この前より？ねえ、早くない？待機するの。しかももう高評価してる人いる。早すぎる。嬉しいけど、とても早い。超早いですね。合唱バージョンもね、早く聴いてほしいです。花は誰のもの、合唱バージョン。島谷ひとみさんとメンバーの声が入ったやつね。本当にね、今までいろんなバージョンの花は誰のもの披露してきたけど、5カ国バージョンも披露したことあるんですけど、またね、全然違う感じになってます。前さ、その他の国の言語で歌うみたいな時もめっちゃ音と歌詞カードと見て覚えるのめっちゃ難しかったけど、なんかこうやっていろんな国の方に聞いてもらえる機会があるのとてもいいなと思って、またどこかで披露する機会があるかな。なさそうだな。収録曲とかも載っています。特典映像、そう、特典映像もお楽しみにだよ。特典映像は STUNっていうやつなんですけど、書いてるんよ、このここのね、あの公式サイト見なくても YouTube の MV のページの詳細見たら収録曲とかも書いてあるので、もうどっち見ようと思ったら、まあ、公式を見てもいいんですけど YouTube でも気軽にこうチェックできるので、ぜひチェックしてみてください。 STUそう、未来バトンの時、そうそう、その時にやったの。楽しみだね。わあ、コメント早い。みんな MV まだ公開されてないのにコメントが11個もある。ありがとうございます。公開されたらぜひいっぱいコメントもいいねも待ってます。高評価ありがとう。みんなもうチェックが早いよ。どんな MV でしょうね。ドキドキドキ。学校学校学校ということはあんな服じゃないのか、あんな服を着ているのではないか、ナチュラルメイクなのではないか。どうでしょうか。あ、配信ラストまでもう終わります。終わる。明日早起きなんですよ。そういえば終わる。夜ご飯もこれから食べなきゃだし、終わります。今日はありがとう。もう喋りすぎた。そんな喋ってはないかもだけど、配信ちょっと長くなっちゃいました。ありがとう、見てくれて。明日は木曜日ですね。木曜日、明日の声ラジは私じゃないけどソタロの日かな。明日はソタロの日だから、そろそろまた声ラジの日が回ってくると思うので、またパセリの番来たらお知らせしたいと思います。私が出てない回もぜひ皆さんには聞いてほしいけど、また出るときはお知らせいたします。
明日ろか、明日。じゃあそろそろ来週とか、来週か再来週ぐらいには多分順番回ってくる予感がします。夏はね、夏になると甲子園とかで番組自体お休みなので、ぜひお休み前に配信があるときに聞いてください。ありがとう、お話し相手になってくれて。じゃあ男女読みたいと思います。いきます。13位、メロンのあそこさん。あー、また23位になっちゃった。13位でした。13位メロンのあそこさん。12位、人来さん。11位、クワドリさん。10位、台湾ジョジョさん。9位、ワウワウさん。8位、ともっちさん。7位、阿部寛さん。6位、しゅんさん。5位、まきまきさん。4位、いっちゃん。3位、Z さん。2位、ゆたぱぱさん。1位、G2 さん。ありがとうございました。コメントもギフトもたくさんありがとうございました。また明日お話ししましょう。それではおやすみなさい。また明日、ありがとうございました。皆さん、あ、明日までだから、あやぱの卒業公演いっぱいいっぱいいっぱい見てください。よろしくね。ありがとう。